前回の続きをやっていきます。まだ空港がないんですよね。空港のマップなんですけどね、普通にやってます。今回どんな感じになるのかな。相変わらず汚いですね。最近何やったんだっけな。あ、ここら辺ね、なんか住宅街とか増やして、この鉄道がね、初めて外部とつながったんですね。ちょっと追いかけてみるか、鉄道をね。この中のやつ、終点でございます。後から来たやつがね、先に出発することがたまにあるんだよな。追い越しができるようにね。でも先に来た方が早い列車なんですけどもね、 AI がね、そういう風に判断しちゃうんだよね。眠いよ眠いよ眠いよ。詰まってます。
回止まるんで停車いたします。次の駅止まります。結ばれていない。これ延長するか、こっちの方に。でもいいけど、まあでもね、どうだろうね。この路線っていうのはさ、ずっと行くと環状線と合流するわけですね。あ、これは環状線じゃないけども、ずっと行くとここで環状線と、ここで環状線と一つになるわけです。特急電車がここで終点になってるのに、それ伸ばしちゃうとですね、まあここに止まって曲がっていくってことになるんだけど、こっちの路線もね、結局環状線の方に行くからね、あんまり意味はないんだよね。むしろ別に駅を作ってですね、そこから新路線がこっちに行くみたいな風にすれば、多少は、この駅使われてないからね、これを利用したいもんね。こっから出発して、ここをずっと通っていって、でここで分岐してこっち行くみたいなね、そんな感じで作ってもいいかもわからないね。
ちょっとね、用事ができてしまったので、ちょっと用事ができてしまったので、とりあえず眺めてもらってもいいですかね。このターミナル駅を眺めておいてください。またね、住宅の需要が伸びてますね。もうちょっとパンパンですね。新しく土地を買おうか。できればね、これを達成してね、空港を作れるようにしたかったんですけどね。新しいの買おうか。もうこっちは終わりね。残りはこっちを、どこを取るかな。ここに行こうかな。もう鉄道はね、いいんだよ、いらないんだよな。こう取りたいな。ここにね、空港を作りたいんだよね。
作る予定なので、ちょっとまだ開発本当はしたくないんだけどね。ちょっと鉱物があるね。鉱物あるけど取るのはやめます、今回ね。真ん中に空港を作るんで、トロリーバスなんだね。トロリーバス、作りたいんだよな。しょうがないよ今。もう空港作っちゃおうかな。ここら辺全部空港にしたいんです。住宅街にしようかなと思っているんで、まあ他に住宅街を移すか。ちょっと初めてやってる。ペイント、なるほどね。整形がもう終わんないな。ちょっと失敗したな。
初めてやる操作なんで。ナチュラルに戻したいよね、これ。巻き戻しができたらいいのにね。ちょっと失敗した。ちょっと失敗だな。ここら辺に作ればよかった。これちょっとなし。これなし。これゲームオーバーになるのかな。怖いな、ゲームオーバーになったりして。手を出すんじゃなかったな、手を出すんじゃなかったな。ちょっとやり直そうかな。セーブは今できないな。借金返すのに時間かかるな。借金戻るまで何にもできません。鉄道でも眺めて過ごそうか。さっき空港を作ったのは向こうの方、空港を作ろうとしたのは向こうの方ですね。将来的には空港につながる路線になるかもわかんないです。後から来た方がね、先に出るんだよな。まあいいけどね。次停車いたします。後ろから列車が来ちゃった。
環状線内でございます。ああ、そこが空になってるね。次の駅に止まります。あ、電車後ろから来てるやつはどうかな。詰まっておりますね。詰まってます。電車もここに止まるんだよ。小さな次終点ですね。あ、お金が赤字になってたまってきておりますね。セーブ中でございます。終点までまだ距離がありそうですね。全部駅を通過していきます。
が恋じゃないと初めて知った。どうしようかな、ここに新しい新路線を作るかな。どうしようかな、悩むな。するしな。作るとしたら別々の駅を、独立した駅を作って、そこをね、ただ単に往復するだけだから。だったらね、モノレール走らせた方がいいなって感じなんですよね。モノレールをこっからここを通して、さらにでもね、こっちはね全部競合車っていうからな。モノレールだったら この駅とこの駅を結んでもいいかもしれないね。モノレールか。がね、激しいんだよな。まあ、顔まあ、いっか。騒音気にしたら何もできねえよ。
と離れ距離があるんだよな。近いけないんだよね。近いけない。ないよね。まあいいでしょうね。まあ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 。セーブ中でございます。違うのは変なんだよね。お金がないのかよ。
だと？なんだと？なんだって、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 まあいいか。水道はどうですか？大丈夫ですね。ここはちょっと騒音が激しいけど、住宅街、でもここら辺汚いからね。ここら辺は住宅街で。ちょっと用事があるんで、眺めててもらってよろしいでしょうか。
にしたいな。停車時間ないね。全然乗客がいませんな。いませんな。なんかこういうものを建てた方がいいのかな。ここら辺建ててな。そして、先に出発しちゃいましたね。タイミングが合わない。でもここで追い越せる。
ないしね、何もできないね。できませんって感じ。何もできませんって感じ。はあ、もう何もできません。この駅はやっぱり楽しいね、見てるとね。この駅は一番楽しいよ。セーブ中でございます。詰まるんだよな、電車がな。しょうがないんですよ。これでもね、駅の形を変えてね、渋滞しないように作ったつもりなんだけどね。しょうがないな。眠いよ。
ております。詰まっております。踏切が混んでんのか。踏切をなくすか。でもね、そうするとこの建物がね、なくなっちゃうんだよな。こんないい建物が建ってるからさ、せめてこっちだけでも。
壊したくないからね。かといって線路を下にやるっていうのは結構難しいな。線路の近くか。難しいよ。なんかもうやりたくないって感じ。やりたくないことをね、無理してやるのは良くない。そういう感じ。次これ。これ。モノレールに人を呼びたい。
予想 50%。そうかな。心で考えちゃうとね、何もできないね。考えすぎないように判断した方がいい。これもね、減らそう。10%。これこのままでいいかな。路面電車すごい系統があるんだよ。本当に。
しいところを混んでんだな。全然ね、お金がね、早くたまんないんで、やりたいことは何もできなかいという感じで、感じです。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ今回はモノレールができたっていうのは一番の変化ですかね。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。